さあ東京オリンピック内定している3名の選手がやはりここで、抜け出す、そしてそこに古賀君、明治大学の、選手ですね、古賀君ももう一度頑張って、行動しています。ちょうど平均4分ペース36分で手術形成されますので、ちょうど1キロ4分ペース、時間10分を切るペースで今住職君が参加させていただきます。その1キロ3分53秒ここで少しまた気がつくので、戻ってきた。
という印象です。さあ、やはり力がある池田君が出すのはしっかりついてますね。さあ、ここから中盤から後半にかけて、それぞれどういうレースをしていくか、どういうレースなんでいるのかというところも今、バロールとして振り返って
行がまあ約40キロでしょ。この車が全然すごいな。今日はテレビ行こう行く。もうで上手に出て相談できて。上手に行こう行こう。チャンネル行こう。かけれ。行け行け行け。体感としてはすごく上がってます。いいよ。そのまま。しっかりして。そう。山西君が見えてきました。今1時間17分を超えたところです。さあ、まもなく山西君が2連覇か。